どうも、六六組のエンタメラボようこそ。六六組のサクとキメロジェです。注文完了。何を注文したんでしょうか。本当にそれで良かったのか。稲葉の武器の木片を注文しました。ああ、木片。いや、負けてたからね。確かに。ということで、大病院選挙第9話直後考察動画。よっ。いやー、怒涛の伏線回収を含め、ね、目の離せない展開になってきましたね、これ。すごいね、ジェットコースター展開だったね。青鬼からの究極の二択が最後あってましたけどもね、うん、この何ですか、この二択っていうのはあれ以来ですね、うん、このうんこ味のカレーかカレー味のうんこ以来の。ああ、そんな究極の二択でした。究極ですよね。まあ、確かにそうだね、うん、違うけどね、うん、こだからね。でも結局な、あれは命を言ってます、ね。いや、そう、全然違うものです、ね。愛する人の命か、はい、国民の命かという。うん、うん、まあ、ちなみにですね、このアンケート同時視聴配信僕らしてまして、そのアンケート機能を使って募ったところですね、8-2で愛する人の方が多かった。ね、まあでもそうか。うん、大体1200票ぐらい入ってましたけど、うん、これが真相かもしれません。いや、まあそうだね、リアルだよね。で、ちょっとこのアンケートのね、話題を触れたら、彼に触れるしかないかなというか、あら、まあ、彼を触れなきゃ始まらないという、丹波の大見せ場が、ありがとうございます、本当に。いや、あれ狙ってたでしょ。すごいよ、ね。ちょっと我々へのご褒美というか、確かにね、丹波マニアですからね。丹波マニアで、このね、断末魔が好き好き言ってたから、うん、ちょっと何ですか、ご褒美というかね、もう今回は振りから良かった。いや、そうだね、あの間がね、うん、アンケートだと4秒ぐらい使ってましたよ。いや、そうだよね。その後に、うぅ、いや、なんかちゃんと言ってたよ。ふざけんなと言ってましたけど、もうネタにしてましたね。うん、もはやね、ブチギレ芸、うん、ね、いじっていいとこなんだね、じゃあ、ここね。いいです。ここはね、うん。ありがとうございます、本当に。まあ、そんなところもありまして、今回も考察やっていくんですけども、はい、今回のラインナップはこちらになりますね。はい。まあ、9はですね、伏線回収が多かったんですけども、まあ、そこのおさらいとですね、まあ、新しいところで言うと、ちょっと泉の動揺の部分とか、まあ、あと、究極の選択の決着考察もやっていきたいと思いますので、はい、最後までご視聴よろしくお願いします。ということで、大病院選挙は日本テレビ系列にて毎週土曜日夜10時から放送されておりまして、僕たちの動画はその翌日に週3本投稿をやってますので、たくさんのコメント、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、まずはですね、 P2 計画の全貌が明らかになったので、そのおさらいをしていきたいと思います、はい、ちょっとこれ意外にも P2 計画の発案者は知事だったと。ね、そうだね。うん、だからなんか9話のね、あらすじで煽っていた真の黒幕っていう部分、はい、うん、これはちょっと知事になるのかなと。まあ、そうだね、うん、はい。で、この計画の真相はですね、3年前のプレミアムパナケア号集団感染発生時に知事も登場していたと。まあ、その時に感染症対策に強い関心を抱くようになり、ワクチン開発の研究所が必要だと思い、この計画を進めていったと。で、1年前に海生堂病院を設立し、地下の4階に研究所を設置したと。で、そこで研究員にね、ウイルスの研究を始めさせましたと。その中の一人が加賀大樹、うん、で、またこのね、研究施設がブラック企業なもんで、結果大樹はね、ハイドラウイルスに感染してしまって、まあ、その流れ不運にも山城琴音、日向宗介にも感染して亡くなってしまったと、うん、で、山城琴音の遺体がなかった件に関しては、ワクチン開発のサンプルとして冷凍保存するよう知事が命じていたと、うんうん、で、なんと悲劇なことに山城琴音には相模との子供がいたと、うん、あ、まあ、婚約前に、うん、そして子供も失った相模っていうのはやっぱ鬼になる動機はあったね、ちゃんと、うん、いや、そりゃなるよっていうね、うん、まあ、こういったね、計画が明らかになったんですけども、うん、割とこう知事のワンマンプレイですね、なんか、うん、そうだね、私がこう作って、このやってることは正義ですみたいなね、うん、こと言ってましたので、で、この P2 計画の内容がまあどん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 暴かれていくときに引っかかったのが、泉の動揺ですね、うん、立つこともできないぐらい、まあ、涙も流していましたね。いや、そうだね、まあ、このね、部分の動揺の謎に関しては、亡くなった旦那さんのことを、思い出していたんだろうと思いますね。そうだね、うん、まあ、この泉の旦那のことに関しては第5話でね、分かってたことで、まあ、その亡くなった経緯は謎のままでしたが、うん、まあ、おそらくね、今回を見る限りプレミアムパナケア号の集団感染の事案が関わってきそうだなと、うん、泉の旦那さんは、まあ、3年前までね、看護師だった淡路刑事という人がいたんですけども、まあ、その人と面識があるようでして、まあ、医者
っていうのが濃厚になってきてますね、うん。まあ、そう考えると新型ステルウイルスの治療に奮闘して、まあ、自分も感染してしまい亡くなった可能性が高いかなと、うんうん。まあ、こうちらっとねこの9話で出てましたけども、このステルウイルスっていうのが全国的に流行ってて死者が3万人出てしまったと、うん。でまあ増加の一途をたどるとか記事もあったんで、まあ、パンデミックな状態にはなってしまったと、うんうん。だからねこのなんか泉の旦那の謎っていうのが、うん、この終盤まで残されてたんで、うん、そしてまあ式も降りてなんか一人なんか思い悩むっていう描写もあったから、うん、ちょっと泉黒幕的な位置に入ってくるのかなと、まあ、思ったけども、うん、まあ、なんかその旦那さんがね医者でステルウイルスを抑える、うん、ステルウイルスのパンデミックを抑えるために奮闘した一人として考えるんであれば、うん、まあ、警察を裏切って鬼側につくとかじゃなくて、まあ、鬼がね最後ハイドラウイルスを打ってなんかこう危険な行動してたから、うん、まあ、最悪の事態にならないように武蔵と鬼退治に行くのかなと思いますね。なるほど、うん、持ち直すんだちゃんと泉も。そうだね、うん、でなんかちょっと先行カット最終回の先行カットで現場に出てる泉っていうのもいたから、うん、おーついに多分行くかなと思いますね、うん、はい。で次はですね、青鬼の闇落ちの真相がもうほぼほぼ分かってきたと、うん、優子がね青鬼に夫に恨みでもあるんですかと言ってたんですけども、まあ、あの男が私を鬼にしたんですと、うん、まあ、その意味っていうのはね劇中では明かされなかったんですけども、もうここの答えっていうのが、まあ出てるのかなと、うん、まあ、公式の謎動画ですね、うん、まあ、これがついに出揃いましたよと、うん、まあ、それがこちらになりますね、はい、はい。The first forgotten by Musash was vindicated flutter っていうのがありまして、最後あってた、うん、ファースターファースター、はい、があるんですけども、これを和訳すると最初に武蔵に撃たれた人は青鬼の里親だった。おお、はい。まあ、これはガソスタ事件の犯人終わりのことを指してますね、うんうん。でこの終わりがね亡くなった原因っていうのが武蔵刑事だから、うん、まあ因縁があるよと、はい。でプラスにこの9話を見てほぼほぼ判明したのが、青鬼赤鬼黒鬼の3人は終わりの里子だったと、うん。地下4階で発見された山城琴音も里子という情報はありますから、うん、まあ、幼い頃ね終わりにこの4人は拾われて、まあ、家族のような絆があったと、うん。で突然と姿を消したもんだから、うん、山城琴音を探しに、海生堂病院を占拠したということですね。なるほど、うんうん。まあ、ここらのことが最終回でドバッと、明かされるとは思います、はい。で続いては、最後の審判の決着考察に入りたいと思います。まあ、ラストね究極の2択が青鬼から出されてましたけども、まあ、超危険ウイルスハイドラウイルスを知事と、まあ、自分に打って配信を見てる国民に説いてました、うん。愛する人が多ければ青鬼の勝ち、1億2000万の方が多ければ知事の勝ちと、うん。で勝った方が抗ウイルス薬を打てるというルールでしたが、まあ、これがどういった決着つくのか注目なんですけども、はい。まあ、これシンプルに受け取るとね、この知事が亡くなってしまうのか、うん、青鬼が亡くなってしまうのかっていうのが注目な部分であるけども、うん、これ意外とこの2人ではなくて、うん、説としてちょっと優子先生が、亡くなってしまう展開も考えられるかなと。あら、はい。まあ、これね同時視聴配信のね視聴者さんも言ってきてくれたことなんですけども、まあね、ハイオニが打ってましたからウイルスを、そのハイドラウイルスに感染してしまって、まあそれをね優子がこう正義感強いから助けようとして、うん、それでまあ感染する経緯。ああ、なるほど、うん。優子ならやりそうだよね。そうだよね、うん。で地下4階には2人しかいないからね。そうだ、うん。でまあその抗ウイルス薬っていうのを例えば武蔵が手に持ってたとしたら、このリアルな現場でこの愛する人、うん、まあ優子ですね、うん、を救うか、まあ、1億2000万人、まあ、これを知事としまして、うん、これどっちを救うかっていうのが試されるラストっていう。ああ、なるほどね、うん。まあ、それでまあなんか優子の言葉もあって、うん、感動のやり取りがあって知事に抗ウイルス薬を打つと。あ、まあ、だから結果こう青鬼と優子さんが亡くなってしまう惨事になってしまう。なるほど。あ、青鬼もつかもちろん一緒に。なんか9話でもさ、こう優、うん、子も危機感がないのか、うん、ウイルスを打った青鬼に最後結構近づいていってたから。そうだよね、うん、あれはどうなんだみたいなとこもあるんですよ正直、うん。感染しちゃうよって。なるほどね。まあ打たれた後に1時間後に発症するっぽいんで、うん、まあその1時間経つまでは空気感染しない設定かもしれないけども、まあまあね、まあ、そういったその近づいたっていうところはちょっと気になったシーンでもありますね、うん。まあただね、鬼集団ってこれまで誰も殺してないんで、うん、もしかしたらこの知事に打ったウイルスっていうのは偽ウイルスの可能性もあるかなと、うん。まあ、そうなると、まあ、抗ウイルス薬を自分に使わずこう優子に
与えるっていうね、うん、パターンも考えられるかな。なるほど、まあ、そうなると青鬼だけ死んでしまうと、うんうん、まあ、こういった決着、こういったラストがあるのかなと思いますけどね、うん、まあ、誰かが死ぬとは思うんだよな、やっぱさすがに。まあそうだね、全員仲良く生き残りってのはなさそうだよね、うん、まあ青鬼が死んだら丸く収まるのかな、これって。まあそうだね、まあ、その中で誰かがこう道連れになってほしくはないというか、うん、まあ、そういう、うん、悲劇的な展開だと優子先生が考えられるかな、うん、そうだね、はい、だから予告でこれまで見たものが全部ひっくり返りますよっていうのがあるんですけど、うん、まあ、これがこういったことを指してる、そういった優子が亡くなっちゃってもう全部が、うん、武蔵頑張ってたのに意味なくなったやんみたいな、うん、なのか、うん、まあ、それともそのガソリンスタンドの終わりがつながってましたよっていう事実なのかのことかもしれないしね、うん、まあそうだね、うん、割とこう期待感がグッと上がる予告だったから、うん、まだどの規模感のね話か全然わかんないよね。そうだね、うん、ということでここらのね皆さんの見解もぜひコメント欄で教えてください、うん、ということでですね、もう次回は最終回ということなんですけども、なんかあらすじを見るとまだ黒幕っていう文字があるんです。そうだねなんか今回見ると知事がと思ったけども、うん、それが違う可能性も全然あるし、うん、同時生配信の直後のねコメントの中でこんなコメントありまして、真の黒幕は配信を見てる国民、人の死に関わる二択の投票を簡単にしてしまう国民が黒幕と。なんか聞いたことあるな、斜めから。あ、そうなの。3年 A 組とかなんかそんな感じだった、うん、あーそうなんだ、うん、こういったなんか斜めの角度から見たコメントもありますけども、うん、だから黒幕予想っていうのもちょっと、皆さんの見解があれば教えてください、はい、であとですね、フルオリジナルストーリーがですね、9話直後に放送されておりまして、大病院選挙前っていうドラマですね、うん、まあ、これがちょっとめちゃめちゃ面白かったですね。いや面白いね、ちゃんと考察できたね。そうなんですよ、うん、短編の考察作品といいますか、うん、まあ、前編後編の2部作になってまして、まあ前半見た人は分かると思うんですけど謎が多い、うん、でケンも言ってくれたけど考察できますから、うん、まあ、この考察動画に関してはちょっと明日、出したいと思いますのでぜひお楽しみにしてください、はい、ということでもう残るは1話のみなので、うん、皆さんのなんか疑問点ですとか考察コメントをたくさんお待ちしております。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上のことでした。ご視聴どうもありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったらチャンネル登録をお願いします。ということで最後にキメロジェ、はい、キメロジェに究極の2択出します、うん、愛する人の命か、うん、うんこ味のカレーか、ね、どっちでしょうか。愛する人の命だろ。うんこ味一択だよ、それは一択。あ、